行きますよおじさん。ワイルドに吠えるぜ。さあ始まりました、タイガー&バニーオンエアジャック。あのタイガー&バニーが初のゲーム化、テレビの向こうのファンを魅了し、キングオブヒーローを目指せ。私の氷はちょっぴり凍る。待たせたな。今日の私は最大風速。頑張るよ。お待たせ。いいか、尋常にしっかりしてください。諦めてたまるか。さあ今回のゲームは正義の壊し屋ワイルドタイガーに密着してお届け。待てよバニー。タナトスの声。またおせっかいですか。ボンジュヒーロー、強盗事件の発生よ。なっと事件発生。この様子は全てライブ中継でお茶の間にお届けします。一丁やるか。制限時間内に犯人確保となるのでしょうか。ちゃんとしなさい。なっとワイルドタイガーが犯人を確保。もっと過激な。ワイルドタイガーここで余裕のスポンサーアピール。視聴率は上昇中だが制限時間は大丈夫か。タイガーのピンチにパートナーのバーナビーも華麗に活躍。アピールチャンス到来だ。しっかりしてください。ワイルドタイガーがカメラをジャック。さらにバーナビーとのタッグアタックが決まった。いいわ。続いては今度はアピール失敗。代わりにファイアーエンブレムがその肉体美をアピールしています。さあ次はどのヒーローとのタッグバトルでアピールしてくれるんでしょうか。さまざまな事件を解決してヒーローランキング上位を目指せ。事件解決後はオンラインでの共有も可能。プライベートパートではヒーローたちとの交流で仲間同士の絆を強めていこう。さらにゲームだけのオリジナルストーリーも必見。さあワイルドタイガーとなってキングオブヒーローを目指せ。ここで終わるはずがないのに。プレイステーションポータブル専用ソフトタイガー&バニーオンエアジャック、9月20日発売予定。なんとここで斉藤さんからのお知らせだ。声小さ。お店に急げ。